人間の仲間たちよ、こんにちは。8月17日はこのわし、アンモナイトのアンパンがお届けするぞ。さあ、これはつい最近の話。わしが海の散歩に戻ろうと思っていたとき、わしを呼び止めてくれた、スイスから来てくれたという男の子がいたんじゃ。すると少年がな、母国の言葉を教えてくれたんじゃ。カンニス・エルフと。なんだそれは、なんという意味だ。そもそも何語になるんじゃ、わし知らんぞ。なんとな、ドイツ語で大好きという意味だそうじゃ。わしもな、真似して言ってみたが、発音が違うと笑われてしまったわ。外国語の発音はなかなかに難しいな。さあ、今回はペンネーム匿名希望の1億歳のお世話係さんからの持ち込み企画、超苦戦長老への挑戦状。1億歳のお世話係、これわしの担当飼育員ではないか。しかも以前ティアラのお悩み相談のコーナーにしれっと応募していなかったか。わし知っとるぞ。まあそれは良いか。何この企画は長老にいろんな言葉を知ってもらうコーナーです。ぜひ長老もアンドレスのように多言語を話せるように頑張ってください。おう、では1問目。おじいちゃんをフランス語で言うと、フランス語、パピー。お、正解か。おお、まぐれじゃが、嬉しいな、正解じゃ。ではこの調子で2問目に行こうか。どう、2問目。バヤルララはとある国の言葉、日本語にした場合の意味は。バヤ、なんだ、バヤ、わからん。バヤルララだな。不正解か。正解はなんじゃなんじゃ。ありがとうね。なんと、モンゴル語。モンゴル語か、難しいな。お、まだ何か書いてあるの。長老へ1問目と2問目を日本語で合わせて言ってください。おじいちゃん、ありがとう。お、これはわしに対する感謝の気持ちじゃないか。これは嬉しいな。いつもなかなか言葉にしてくれんからな、ありがとな。さてさて、みんなもな、一緒にこれで少しは外国語の勉強ができたのではないか。ぜひ家族たちにもこの言葉を伝えてやってくれな。それじゃあ、またな。 Go this well.